はい、どうもー、毎日ポジティブ349回目でございます。そう、私がスーパーポジティブティーチャー福地です。よろしくお願いします。さあ、今日ですね、自粛が始まって土日、初めての土日です。さあ、一体今日ポジティブ居酒屋お客様来るんでしょうか。もちろん対策としてはですね、ちゃんとアルコールも用意しております。マスクもちゃんとしてます。お客様との距離取ります。しっかりですね、やれることはやりながら、まあ一応自粛なんで、営業しちゃいけないわけではないので、あとはもう自己責任で来ていただいてお客様に喜んでもらえるように今日も頑張りたいと思います。そして今日はですね、なんと最近結構ゲスト多いんですけども、本日もゲストがいらっしゃいます。それではゲストの西さん、お願いします。はいはい、ドドドドドドー、西さんで、西さんです。はい、西さんはですね、もうこのお店にもうすぐ20回目ぐらいに来てくれるぐらいですね、このお店最近すごく来てくれてるようになったお客様でございまして、西さん今どんなことしてるんですか。今自分は動画マーケティングの事業に携わらせてもらってまして、はい、毎日いろんな人たちと会って、うん、まあ、今後動画業界で一緒に作っていきたいなっていう人たちと、うん、まあ、そのチームを組んでいっているって感じですね。動画関係の仕事をしてるということですね。そうです。まあ、でっかくもうまとめたら IT 関係ということでいいですか。まあそうですね、ありがとうございますはい、まあ今日ですね、ポジティブというか実は今営業中でございまして、今西さんが来てくれたのでちょっとゲスト出演させていただいてるんですけども、それは西さん、今日なんでポジティブというか来ました。いや、まあ、こういうもうね、東京都の中で自粛、家にいてくださいという中で来てくれた理由っていうのがあると思うんですけど、世の中は自粛ムードなわけですよ、はい、そうですよね。でもその自粛っていうのは、うん、まあなんかこうやってますよというか、うんうん、行動しなくて、うん、禁止ではなく自粛っていうところで、うんうん、なんかやっぱりそこは意図として行動しちゃダメじゃないけど、うん、でも気をつけてくださいと、うん、そういうところで、うん、その周りの流れに負けずに、うんうん、いろんなところでエネルギーもらいたいなと思って今日は来させてもらいました。家の中でずっといるのも確かにいいかもしれないけども、やっぱり元気をもらいたいとか、あ、もっと最低限のマスクをしたいとか、あ、その中で気をつけながらもこうやって、お店やってるお店にちょっと来てみようというですね、はい、まあね、誰ももし本当に動かなかったらお店もね、やる意味もないですから、動いてくれてこう来てくれるお客様にもう本当は僕はすごく感謝をしております。最低限の、ね、中でこのお店の中にそういう人がいた場合は入店をですね、拒否させていただいたりとか、まあ、そういうのを最低限やるという形で今日もですね営業しております。さあ、今コロナですね、もう巷では言ってます。西さんどう考えますか、これコロナ。いやー、コロナウイルスはでも、はい、やっぱりまあなんかそのインフルエンザとかと一緒なんじゃないかっていうところとかもあったんですけど、うんうんうんはい、でもただやっぱりもうそれで世の中、うん、崩れてきてしまっているので、うん、みんながまあそれぞれが意識一人一人がすることによって、うん、なんとか乗り切って、うん、新しい経済回っていけばいいのかなっていうふうに思ってます。まあ、ポジティブにね、捉えて、うん、もうこうなってしまったらもう、ね、もう後戻り、もう過去に戻れないんで、どう向き合っていくかということですね。ありがとうございます。まあ、これからね、コロナがこれから、まあ、収束するかどうかっていうのも、もう本当に未知のもので全くわからないじゃないですか、うんうん、まあ、これからの世の中どうなっていくと思いますか、西さん。そうですね、まあ、でもなんだかんだやっぱりお医者さんたちが頑張って特効薬作ってくれて、うん、まあ、インフルエンザとかと同じような感じで治るような病気になって収縮していくのかなと思ってます、うん、そうですよね。まあそうなっていかないとね、もうどこの国でもね、もうどんどん老人がどんどん亡くなってしまって、もう今ロックダウンしてる国何個もありますから、もう完全に経済が止まっちゃってるんで、そうですよね、これ後からものすごいことになりますよね。もう失業者も増えてね、アメリカとかすごいって言いますもんね。実際でもコロナの影響で売り上げとか下がってるんですか、兄さん。いや、僕は動画業界なので、まあその下がっているっていう感覚はなくて、うんうんうん、その、まあ、両手放しで喜ぶわけではないですけど、うん、イノベーションの変化にみんな、うん、イノベーションの変化に気づいてくれたかなっていう感覚はあって、うんうん、下がってはいないです。下がってはないと、はい、そこまで直接に売り上げ にこう何か変化があるわけではないと、はい、実際うちの店でも結構 IT 関係の方いらっしゃって、ほとんどのところはあまり変わらないという売り上げ、むしろ上がってるっていうところもあります。リモートにすることによって直接会わなくていいので、その商談とかが何本も入れられるみたいな、
今までだったら移動の時間とか場所に移動してそこでまたかかる経費みたいなのがなくなっても直接家でもリモートで商談もできるというのはまあ一つの、ね、プラスな材料なのかなと。うん、はい、そうですね、そうですね。僕もですね、今このコロナがあって新しくですねこのポジココロちゃんというマスコットができたりとかですね、メニューが全部変わったりとかですね、今僕がやれていることがどん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 幅が広がったりとか、やっぱりただね、これこういうことがあるで終わりにしないでね、なんかこう今だからこそできるビジネスもあるし、うん、今だからこそできることっていうのはいくらでもあるので、まあ、そうやってポジティブにね捉えていくことがすごい大切なんじゃないかなと思ってますね。はい、なんか今回めっちゃ真面目なこと言ってるんで、なんか面白いこと最近やりました。なんかありました、面白いことは。面白いこと、うん、なんかあればこういう時だからこそね、笑いっていうのは必要ですから、笑いの力ね。なかなかね、僕ものすごい無茶振りしてます。何の打ち合わせもしてないで僕ただ質問してるんで。面白いこと、面白いことというか、なんかびっくりしたことでもいいですよね。なんかあ、これいい発見あったなとか、なんかそういうのあれば、なんかこうせっかくなんでこのなんかいいことをねシェアしたら聞いてる人もね。なるほどなるほど、うん、ですね、はい。ないな。ないんですよね、今みんなないんですよ。面白いことがないからこそこのポジティブ居酒屋に来るわけですよね。こういうお店に来たらなんか面白いことが来るあるんじゃないか、面白い人が来るんじゃないか、何かしらね、なんか自分の中でいいねものがこうパーって入ってくるんじゃないかみたいな、そんなんですよ。面白いことがない世の中だからこそこのポジティブ居酒屋がなんとかまだね、お客様が来てね営業できてると、そういうことですよね。間違いない。まあこれからもね、やっぱりみんなで乗り切っていきましょう。はい、楽しんでということで、最後に何か言いたいことは、メッセージ、見てる皆さん早く来てください。ありがとうございます。お金払ってるわけじゃないですよ僕は。それ言ってくれなんて一言も言ってないですからね。ということで以上、毎日ポジブ349回目でございました。ご清聴ありがとうございます。